ロサンゼルス軍保安局とは、アメリカ合衆国カリフォルニア州モントレーパークに、本部を置く、アメリカ合衆国の法執行機関である。旧称のロサンゼルスカウンティーシェリフ、S オフィスと呼ばれることもある。歴代局長の一人、リーバカ保安官2011年、ロサンゼルス軍保安局は、カリフォルニア州モントレーパークに本部を持つ。法執行官。 1> 約1万人とその他職員約9000人を要す、国内で4番目に大きな法執行機関であり、同軍の非法人化地域と契約のある法人化地域の警察業務を担っている。同軍の施設では、第一次管轄権を有し、一審裁判所の警備や刑務所の運営管理も行うほか、軍内の小規模法執行機関に対して、科学捜査、殺人事件捜査、 トレーニングなどの支援や提供も行っている。また、マ、ま、タとメトロリンクとの契約により、電車とバスでの警察業務も行っていることで、国内で2番目に大きな鉄道警察という側面も持っている。1850年、ロサンゼルスエリアで最初の警察組織として創設された。2009年12月15日、管理委員会は、 オフィス・オブ・パブリック・セーフティの吸収合併を可決し、2010年6月30日に吸収合併した。それまでは警察機関もラストと軍警察の二つが存在した。ありがとうございます。